皆さんにお話しすることがあります。50万人突破しました。50万人突破しても56万人の方が見てくれているという、はい、ありがとうございます。大変ありがたい状況なんですけれども、はい、50万人突破のプレゼント企画まだやってなかったということで、はい、いつも10万刻みでやってますからね、はい、8万人、8万人ね、8月ちょっとツアーとかが忙しくてできなかったので50万人突破記念のプレゼント用意しました。はい、とりあえずもう片っ端から持ってます。はい、MacBook、ガチこれやばいっすよ、このプレゼント。箱ってテンション上がるよね。この辺のやつらを3名様にプレゼントしよう。うわー、いくらこれは嬉しいね。まだ見てるけど登録はしてないみたいなお客様もたくさんいると思いますので、そうかもね。今これを機にお客様はね、はい、あのプレゼント企画やってるということで、はい、登録をしてください。プレゼントの詳細はいつも通り概要欄に貼っておきます。お願いします。メッセージ機能新しくなってるので、はい、それちゃんとググってメッセージが送れるようにすると。はい、お願いします。僕に向けてあのこれ届いたよっていうリプを送ってください。はい、何よりもの証拠となります。そう、はい、なんか 2,3 個送ってだいたい1人ぐらいしか来ないっていう、はい、結構気まずい感じになりますので、うん、はい、ぜひちゃんと僕にリツイートしますので送ってください、はい、それだけではないんです。おぉ、大きなご報告がありました。おぉ、なんだなんだ、今 ST スタジオのチャンネルはですね、まあ、メインの今皆さんが見てる ST スタジオ14ぐらいで上げてます。サブチャンネル、サブチャンネル、サブチャンネル、メインに行くまでもない企画とか、はい、まあゆったりした日常とか、はい、まあ、ご飯食べるとか、はい、ほのぼの、はい、ほのぼのしたやつを上げてるサブチャンネルと、あとゲームチャンネルがあります。はい、まあ、その3つのチャンネルがあるんですけど、まあ、僕たちグループで結構人数が多いので仕事が足りてないと。はい、足りてないまあそれはまあ 2% ぐらいなんで、まあまあそうですね。まあ、うちの大輝さんがね、はい、高校もバレてますよ。はい、まあ、聖望学園、はい、幼児もバレてます、ね、はい、埼玉県準優勝した高校、はいはい、その時の大の4番でプロ手前でしたと。大輝はもう昔から野球をちょっともう人にもう広めたいと。はい、もちろん楽しさをもっと分かってほしいと。はい、野球人間で言っていまして、まあ僕も野球やってました、高校野球。はい、なんと野球のチャンネルを開設。ブワーブワーブワー、やっしゃ、ついに俺の手前が立った。先輩ワンツーシー、ここ1ヶ月ぐらいで大輝がもうすげえやりてえと。もうずっと言ってたよね。ついに幕を開けるんですけれども、はい、ただ日常の俺らの野球をやるだけじゃないんです。やるからにはもうガチローということで、はい、企業さんがついてます。ガチガチにオーディションも開いて、はい、全国制覇するチームを作りました。マジで頑張ろうぜみんな。ガチでもう全国行こう、みんなで。ガチで全国を取る草野球チームをもう作ることにしました。その、僕たちの野球をやってるまあ映像プラス、まあその全国制覇するまでの、まあ新たな仲間たちも増えていくわけですよ。はい、その名も STBC。 うわー、 WBC みたいじゃねえか。 ST ベースボール、まあ ST の弟チームみたいな、弟グループみたいな感じになるんでしょうか。はい、まあチャンネルは別にまあ僕らがやるので、まあその人たちはまあたまに出るだけなんですけど、はい、俺らとしては仲間が増えるなんすね。企業さんがやってくれるオーディションがありますので、はい、ここでオーディションをしてもう本気のメンバーをセレクションして全国制覇狙っていこう。行こうぜ、最強のチーム作ろうぜ、マジで。ただ小島大輝と一緒に野球ができる。そういうことです。子供野球ができる。本名さらっと出していく。きたー、これ気持ちいい。気持ちいいんだ。気持ちいい。やるからにはガチローってことで1ヶ月近くね、もう本気の打ち合わせをして、はい、もうやっと出すことになったわけです。おーい、やっと情報を解禁できるという。行きましょう。で、あのユニフォームとかもう実は決定してるんですよ。おお、いろいろすごい。そういうのはもう後々オーディションの映像も含めてゆっくりと STBC で解禁していきます。行きましょう。まあ、10月をめどに動画始まっていく予定ですので、はい、STBCの方ね、そちらぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。本当にお願いします。
俺ら本気出したらちょろっと掴んじゃいますよみたいな感じ。ちょっと本気を出したら、ね、ちょっと舐めたマインドではあるけど、本気で勝てる面と揃ってみんなで行きたいな。そうだね、楽しいな、見てる側も楽しいもん。そうそうそう、あとやっぱもう老後のやることだったらもう草野球しかないです。そうです。そういう、ね、それをもう今ここでやるならもうチーム作っちゃおうぜと。はい、でなんなら YouTube でもう野球を広めて、もう野球好きな人にも見てもらおうぜっていう。そうだね、マジで。YouTuber ならではもう一石八鳥、一石八鳥、八鳥マジである。そんぐらいちゃんとあの ST のリスナーの方はあのね、野球やってない人たちの野球姿を見たいです。はい、うん、あー、もう今日枝付きとかね、うん、その辺の人にもたまに野球出てもらいたいと思います。全然行きますよ。俺もう日差しんだけど大丈夫。日差しんだけど大丈夫。ピョンピョン、そうそう、運動神経悪い芸人だけど大丈夫。大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫。こちらの STBC 新しいチャンネルは概要欄に貼ってありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。でプレゼント企画なんですけれども、このチャンネル ST メインのチャンネルと STBC のチャンネル登録も今回プレゼントの応募条件に入っておりますので、2個のチャンネル両方とも登録しておいてください。お願いします。本当に10月からもうガチガチに指導して、いやいやマジで本気で上昇軍団を作って、いやマジで、はい、で監督はもう大輝がやる。いやー、ぜひ頑張った小島監督です。いけ。僕は、球団のオーナーになる。はい、王さんの位置だね。そう、王さんの位置で俺工藤君康だから。あの選手いいね。そうそうそう、新しい仲間を増やす機会だということで、はい、皆さん楽しくやっていきましょう。いきましょう。ではチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。つけレッおし、ありがとうございました。これからは俺らのプレイボールだ。何やそれ。